俳優の藤岡弘、さんといえば、言わずと知れた70年代初頭のあの伝説の特撮ドラマ仮面ライダーの主人公、仮面ライダー1号こと本郷猛として一躍大ブレイクした役者さん。すでに芸歴56年にもなるそうです。懐かしさもあって、彼について調べてみることに。藤岡弘さん、本名藤岡邦弘さん、1946年生まれの74歳、愛媛県のご出身だそうです。松山青陵高等学校卒業後に上京し、1965年に松竹のニューフェイスとして入社。デビューは都はるみさんの主演映画あんこ椿は恋の花で、それ以降も順調に出演を重ねる中で一躍ブレイクすることになったのが、石ノ森章太郎氏原作の漫画の実写版特撮ドラマ仮面ライダーでした。ドラマは最高視聴率 30% の大ヒット。当時若干25歳だった藤岡弘さん、その生い立ちがことのほかミステリアスなのだとか。自身が武道の達人で、空手、居合道、柔道などの入団者としても有名ですが、それもそのはず、警察官の父親は全国的にも有名な古武道藤岡流を代々継承する武道家、しかも母親も華道とお茶、お琴の師範だったと言いますから、そうなって当然の家系だったのでしょう。しかし幼い頃の藤岡さんはとんでもない虚弱体質で、幼くして肺炎にかかった時には生死の境をさまよったほどでしたが、母親の懸命の看護で一命を取り留め、病弱な息子を心配した父親に藤岡流を叩き込まれたそうです。それにより見事体質改善したものの、父親は相当に厳しかったらしく、当時道場の拭き掃除を命じられた時に、父親は手抜きした部分を指でなぞって舐めた後にこう言ったそうです。バカ者を、お前は自分の心を掃除しているということを忘れたのか。掃除というのは己の心を掃除することなのだ。心を清らかに掃除したところを舐めてもいいくらいの掃除をお前はしているのか、と一喝されたのだとか。そればかりか、藤岡流を守るため人に見せるな、教えるな、飽きないにするな、と厳しく言い渡されていたそうです。なぜそこまで言われたかは後になってわかるのですが、そして事件が起こります。その父が小学校6年の時に突如失踪してしまったのです。藤岡家は生活に困窮します。藤岡さんはアルバイトをして家計を支えなければならず、ずっと父親を憎んでいたと言います。無理もありませんね。しかし1980年頃、突如父親からの最後の連絡があって、こう言われたのだそう。お前には財産も何も残してやれなかったが、地位や名誉という財産は他人に奪われることはあっても、生き方という財産は決して奪われない。だからお前も誇りを持って行きなさい。そしてわずか数日後に人づてに父親が旅立ったと知らされたそうです。その後、知人から父親の失踪について真相を知らされたとともに、父からの母と藤岡さんへの謝罪の手紙を見つけたのだとか。その内容は明かされてはいませんが、今では憎しみも消えたそうです。ですが、ある情報によれば、父親の失踪の真相について固くなに語ろうとしない、その裏にはとんでもなく恐ろしい理由があったからだとか。実は父は武道の達人であったことを買われ、秘密警察、いわゆるスパイに転身して国の戸籍からも抹消されていたのだとも言われ、何にせよ想像の域を出ませんが、その失踪は家族の安全を思っての
最善の行動だったのではないでしょうか。まるで映画の中の話のようですね。藤岡弘さん、母とも忘れられない思い出があって、父親の転勤で転校も多く、よくいじめにあっていて、とうとう耐えられず反撃したところ、相手に重傷を負わせてしまいます。その時に母親に言われた言葉が今も心に焼き付いているのだとか、あなたがこれ以上人様に迷惑をおかけするんだったら、私があなたの命をいただきます、そして私もあなたの後を追います、それでよろしいですか、とその言葉に弁解しようとすると、ならぬものはなりません、先祖の血を汚してはいけません、ちゃんと先祖に謝りなさい、とその迫力に圧倒されたと言います。そんな優しくも厳しい母親は103歳で大往生を迎えられたとか。藤岡弘さん、それからも次々と悲劇が襲いかかります。仮面ライダーの撮影中の大事故で生死の境をさまよったのです。自身でスタントをこなした藤岡さん、カーブに落ちていた砂利でバイクのタイヤが滑り、曲がりきれず地面に叩きつけられ重傷を負います。俳優としての復帰はほぼ不可能とも言われていたにもかかわらず、奇跡の復活で周囲を驚かせるのです。事故当時ヘルメットをかぶっておらず、とっさに柔道の受け身を知ったことが因果なことに生死を分けたのだそうです。さらにはあるトラブルが元で失踪事件を起こしたため、制作が一時中断することがあったのだとか。藤岡弘さん、その困難を乗り越えて俳優として成功の道をたどります。1973年の主演映画日本沈没は1974年邦画部門興行収入第1位となり、1977年ドラマ特捜最前線は10年間もレギュラーを務めました。ところで最初の頃はついてなかった藤岡弘の芸名の当店、どういう意味があるのか調べてみると、1984年にアメリカ映画 SF ソードキルで主演し、パリ国際映画祭批評家賞を受賞して、全米映画俳優組合で初の日本人組合員となったことで、我未だ完成せずという意味を込めたのだとか。1987年白い牙で共演した女優鳥居恵子さんと結婚したのですが、結婚生活も3年3ヶ月後に破綻。その原因は最も信頼していた者たちの裏切りによって多額の負債を抱えてしまったことではないかとも。体調不良に陥り芸能活動休止にまで追い込まれています。しかしその後ゲーム機の CM での瀬形三四郎に起用されたことで人気に火がつき、俳優業も復活。2001年24歳年下の一般女性とで既婚、川口弘探検隊シリーズを引き継ぎ、藤岡弘探検シリーズの2代目隊長として再ブレイクが、しかしまたしてもここで悲劇が襲います。ある話にうっかり乗ってしまい、2億円の抵当権を設定され、民事訴訟を起こされた上に4億5000万円の支払い命令が下りました。現在も決着していないそうです。これだけ山あり谷ありの人生も珍しいのではないでしょうか。藤岡弘さん、現在はどうなのでしょう。24歳年下の奥さんとの間には長女の愛さん、長男の舞斗くん、次女の天音さん、三女の舞さんという4人の子宝に恵まれ、全員がモデルや俳優をすでにされていて、父親の DNA をしっかりと受け継いで美男美女揃いだということです。藤岡弘さんご本人はというと、自身でコーヒー豆を監修し、有機栽培藤岡コーヒーをネット販売されているようです。幾多の事件や災難に見舞われながらも何度も復活を遂げてきた
我らの仮面ライダー1号には、不可能はないということではないでしょうか。